こんにちは、シュイ。どうも、山ももです。今回は阪急大阪梅田駅から直結、阪急3番街地下2階にあるヨーキーズクレープリーさんへやってきました。クレープが食べれます。クレープの巻いてる部分の紙、いろんなカラーがあって、推し活にもね、映えるんじゃないかなってことで、いただいていきましょう。すごい楽しい。それでは阪急3番街へ行こう行こう。たくさんメニューあります。ちょっとどれも美味しそうで悩むな。私は推しが紫のカラーなので、さつまいもにしようかなと思います。さつまいもも大好きなんですよ。11番のさつまいもでお願いします。かしこまりました。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。美味しそう。紫です。この紙って色は何色ぐらいあるんですか？6色ぐらいですね。あ、6色。やっぱりそのいちごだったら赤色とか、チョコバナナだったらちなみにイエローとかですか？茶色です。あ、茶色なんですね。なるほど。いちごとマンゴーだったら黄色です。あ、黄色。なるほど。紙の色何色か尋ねたら教えていただけますか？はい、もちろんです。聞きましょう。ありがとうございます。これで推しのアクスタぬいぐるみトレカと一緒に写真撮っちゃいましょう。お芋のクレープいただきます。この美味しそうなお芋、ここからもういっちゃいます。いただきます。うん、もう伝わってるかなと思うんですけど、本当に美味しいです。このさつまいもほんまに美味しい。甘さがちょうどいい。この生クリームの甘さもちょうどいい。このさつまいもチップス的なの食べてみます。うーん、パリパリで美味しい。本体いきます。いただきます。うん、冷たいけど美味しい。中にアイスクリームが入ってるんですけど、私アイスクリーム入ってるクレープ大好きなんですよ。美味しい。甘いもの食べてる時って幸せですよね。生地ももっちもちで本当に美味しい。うん、さつまいものペーストみたいなのが入ってて、中もしっかりさつまいもの味でめっちゃ美味しい。これ芋好きにはたまらないやつですね。お次はヨーキーズクレープリーさんのお隣にあるピースオブベイクさんへやってきました。生ドーナツボンボローニ専門店ということで、私生ドーナツというものを食べたことがないので、どんな感じなんかめっちゃワクワクしてます。メニューもこんなにたくさんあります。ふわじわ食感の生ドーナツやって、味もたくさんあってね、何にしようか迷うんですけど、何個か食べたいの選ばせていただこうかなとか思っちゃったりしてるんですけど、初めての生ドーナツいただいていきます。一番人気の味ってどれですか？クレーマっていう。あ、クレーマ。その次に人気なのって？チョコ。あ、チョコ。え、じゃあクレーマとチョコとピスタチオお願いします。が4つからなんですけど、はい、3つで大丈夫です。もう一つ、あ、どうしよう、レモンでお願いします。結構売り切れるのって早いですか？日にもよるんですけど。そうですね、もう売り切れてますもんね。ラズベリーか、ラズベリーが売り切れないや。全種類食べたかったら早めにですね。早めに。はい、ありがとうございます。買ってきました。なんと4種類、楽しみ。ほんあんまりどんな味か気になる。どんな食感なんと思って、オープン。じゃん、きゃー、映え、いい匂いする。美味しそう。ピスタチオ味から豪快にいかせていただきますね。いただきます。うん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 、クリームがたっぷり。初めて食べたんですけど本当に美味しい。ふわふわもちもち。こちらお味ピスタチオなんで、まあ、上にねちょっと緑色のピスタチオ乗ってたと思うんですけど、これは推しがグリーンの肩添えて写真撮っちゃいましょう。おいしい。他の味も食べさせてください。こちらクレマは一番人気だそうです。アイボリーみたいな、ホワイトみたいな感じなので、自分の推しちょっと色がレアなんだよなって肩、いいですね。いただきます。うん、
甘いものが好きな方たまらんですね。めっちゃ美味しい。生クリームですね、中身見てください。レモンが乗ってます、上に。いただきます。酸っぱい。レモンの部分は超超酸っぱかったんですけど、中のクリームどんな味なのかいただきます。ほんのりレモンが香るクリームです。美味しい。これが一番好きかもしれん。めちゃめちゃ美味しい。推しが黄色の方、一緒にちょっと添えて写真撮ってみてください。今回は阪急三番街のヨーキーズクレープリーさんとピースオブベイクさんを巡りました。美味しかった。ぜひ食べていただきたい。そして推しと写真撮っていただきたいです。また次の動画でも関西に行こ行こって思ってもらえるようなお出かけスポットをご紹介しようと思いますので、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。それでは阪急三番街に行こ行こ。じゃあねー。